セビエチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、平野達也です。こんにちは、ブランカです。今日はですね、日本人のお家に、お邪魔しています。で、料理人がですね、バーベキューを焼いてくれてるので、それが一番の楽しみだと思います。ブランカ、お腹すいた？お腹すいたじゃあ、お肉見てみたいと思います。いきましょう。牛タンの醤油漬け、いただきます。どう、辛い、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい、よかった。ここ、どこ、これじゃない、ここだよね。ここはうまい。カカベ、どうだ、バルコンスキーは。はい、それではここで問題です。このお肉の塊一つでおいくらでしょうか？2キロの塊、2キロ、1万。じゃあ5000、円で、円で、円で、はい、5000円。はい、じゃあ僕はやっぱセルビアだから4000円。答えはなんと1500ディナールです。マジか、まあ、安い。1500円これ。この肉の塊、安い、安いな。大金持ちみたいな。日本じゃありえない。日本じゃありえないね。ここ割れてるんじゃないですか、真ん中今。そう、あれ入れてるんですか、包丁入れてあるんですか。隠し包丁って、隠し包丁っていうか、まあ縮まないように筋に、包丁入れてます。おお、今後楽しみです。うわ、すごい、うまそう。おぉ、あー、すごい、超焼いてる、うまそう。まずね、ちょっとこのバグだと骨いっぱいあって食べられないんで、一回ちょっと骨からお肉を外します。うわ、めっちゃうまそう、すごい。このお肉はもうあらかじめ焼く前から少し火が通ってるんで、このままでも食べられるんですけど、ちょっとこのままもう少し焼いて香ばしさを足していこうと思います。あ、すごい。あ、でもう一回焼くん。今これは何してるんですか？これでソースを作ります。おお。で、本日で使うソースはこのブルドッグソースです。この中に赤ワインとこのブルドッグソースを加えてソースを作りたいと思います。まあ、本当はもっとたくさんの工程があるんですけど、今回は時短と、時短よくある料理の基本ですね。ワインやめてビールですね。そうです、ビールをソースに使うと。そう、もうね、お酒なら何でも OK です。うわ、いいね。ビールとブルドッグソース、ビールとブルドッグソース、あとはこれで煮詰めるだけ。うわ、うまそう。うまいぞ。
がめちゃめちゃ美味しそうになってますよ。すごい。柔らかいですね。超ジューシー。完璧なロゼです。プルプルです。プルプル。これはやばい。これにソースをかけていただくと。うまそうなソースが出来上がりましたね。すごい、はい、今からこれをこしてお肉にかけます。おお、すごい、うまそう。できました。もじさん、いただきます。はい、いただきます。熱い、うん、おいしい、これ。うめぇ、うめぇ、うまいよ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。セルビアのトルコ式コーヒーをスパイス、ハーブの香りに使ったスペアリブです。今から切って炙ります。はあ、どんだけコーヒーにつけたんですか。一晩ですね。一晩コーヒーと一緒に茹でて香りを豚に染み込ませてあります。ほう、じゃあそれを焼くときはまず切るんですね。そうですね、切ります。わあ、美味しそう。美味しそう、はい、炙ります。うわ、美味しそう。もう火は通ってるんで、ただ炙るだけです。美味しそうな焼き目がつけたら、そのまま手でかぶりつきましょう。じゃあいただきます。めっちゃやばい。それ何？はい、森田さん、ついに。いただきます。はいはいはい、はい、うまっ、オッケー。やわらか。誰かちょっとこれ、わさびお願いしてもいいですか。わさび、わさび、まあ、はい、そうですよね。わさび、うん、あ、うん、やわらかいよ。やわらかい、おいしい。めっちゃおいしいよ。はい、ということでもうお腹いっぱいになりました。で、料理人の最後森田さんです。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、じゃあまたねー。またねー。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったらいいねを押してください。あなたのいいねがとても嬉しいです。チャンネル登録はこちら。次のおすすめ動画が右です。みんなクリックしてねー。